ここで俺の都政も終わりだな。やば。でもそれを一世一代の大喧嘩で締めくくれるわけだ。おお、かっこいい。伝説の極道たちと一緒に。やばいやばい。え、すごくね。えマジで戦うの。え、超強いでしょ。くそ、血がたぎるってもんじゃねえか。大海連合倒せ。いやいやいや、余裕っしょ。あー、いやー、動かせねえんだ。まあいっか、そこまで。まあ、あれだから。うわー、じゃあやってきますか。ディバインショット、まずはこれで。ディバインショット、うーからのシエガスリング、はいはい、ラストサッタバビント、カイン、アドバダー、はい、決まったね。よーし、はい、行こう。あざます。おお、すごいな、スマブラか、リアルスマブラか。うわうわうわ、スマブラしかリアルだね。いいね、みんな強い。あ、マジマさん、マジマさんの剣、いい加減にするぜ。渡せ。やばい、渡せ。え、でも一人で守れるよね、渡すくらい。え なんだ、ちょっと待って。やっぱり生きとったか。帰ってきよったな。え、道島の竜が。待って待って待って。元登場が四代目会長桐生風間、竜が如くこいつに始まったに過ぎない。あの人何を言うとるんや。そいつは臨時雇いのただの用心棒や。名前も知らんで。こっちは任せろ。待って、お前ら前だけ見てりゃいい。後ろは俺が死んでも守る。やっば。やばいよ。誰だか死ねんが美味しいとこ持っていけやる。キリュウ仲間。抜いた、抜く。おかわりと行こうか。いやー、もう行きましょうぜ。まだまだ足りねえぞこれ。行くぜこれ。気合だけ見せとく。頭かしわるぞ。あかん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 。キリュウちゃん、キリュウちゃん仲間になっちゃうの。あかんわ、あきまへんわ。それはファントムズじゃあ2回目に合わせますよ。さあ、こっからのベロベロタイプ、さあ、決まれ。大好きだよ、みんな。よーし、そしたらここでデリバリーヘルプを使いましょうか。そうだな。お、じゃあ皆さん、これはね、めぐみちゃんは攻撃技じゃないね。大量の募金を集める要素は金域を身の当たりにしていいでしょう。募金、お金かな、きっとね。よし、めぐみちゃんお願い。やばい、上半身裸のめぐみちゃん呼ぶけど、まあ頼むぜめぐみちゃん、よろしく。来るぞみんな、みんなのめぐみちゃん。困っている春日さんに募金をお願いします。このままじゃダメ。お願い、ぜひよ、起きて。おお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 金もらえれば攻撃する。お前最高だわ。めぐみちゃん最強だわ、マジで。
おい、お前ら分かったか、めぐみちゃんの凄さを。目の当たりにしたな。かっちょいいよ、めぐみちゃん。いや、かわいいだ。正義だ、かわいいは正義。最後は、バンゲーオープン。決まったね。あれ、お金もらえてない。あれ、お金もらえないの。おい、めぐみちゃんの意味。強くなれましたね、めぐみちゃんが見れたから。すげえ。これで全部ちょっとね、激アツの展開がちょっと出すぎてやったぜ。あかっこいい倒れ方じゃん。さっちゃん何してたの。戦ってたんだよね。でもすごいね。あれ、皆さんちょっと、そんな、ちょっとじゃあな、春日、一つ借りとくぜ。ねえ、かっこよすぎない？ねえ、ねえ、かっこよすぎない？キリュウ君。よう、イジ。おやさん。おやさん。すみません。体のやつが言うこと聞かなくて。寝たままで構わねえよ。お前のおかげだ、イジ。お前が仲間連れてきてくれなきゃ危ねえとこだった。いえ、仲間のおかげっすよ。いやそうか、いい仲間を持ったな、おやっさん。うん、いいことだ。おやっさん、おやっさん、今まで本当によく生きててくれたな、イジ。おお。いや、泣くよな、それは。おやさん。でも本当一番この日のためにね、頑張ってきたんだから。うん。めちゃめちゃ良き。おお。ガチなんだね。いや、これで嘘って言ったらもうちょっとやばいけどな。それこそ反乱起きそうだけど。おいおい、待てよ。なんだよそれ。あんたが六代目をずっとかくまってたって。イエスね、さっきからそう言ってる。オーケー、ニック。意味がわかんねえよ。嘘でしょ。ま、必要以上に金があるといろんな方面にツテができるもんでね。六代目の大悟くんとは親しくさせてもらってたってわけ。ヤバ、ニック。とは言ってもドライな関係ではいたいんだけどさ、カムロ町参詣作戦の時に助けがいるって頭下げられちゃってね。じゃあ真島さんや西島さんも。もちろん、伝説の極道たちっつっても案外気さくなもんだったよ。俺んとこにいる間はさ。いや、ニックって何も。そんな彼らを奇遇にも別口で会った一番が助けることになるなんてね。助けるなんて、俺らは大したことしてねえって。まあ、おやさんたちに胸借りて無我夢中で喧嘩を楽しませてもらってただけだ。一世一代の喧嘩をな。おお、一番くんはおやさん大好きだよね。おお、今日二人で会うんだよ。デートってとこだね。デートですね。デート、今度その話を聞かせてね。もちろん。ああ、たっぷりのろけてやるから覚悟しとけ。イエスイエスね。デートなんだ、やだ。あー、いいね。そっちが先約だったのに悪いな、イチ。星野会長とはもう40年ぶりだよ。そんなのから誘われちゃ断れねえからな。いや、だからもういいですって。相手が平安楼の北京ダックじゃ俺に勝ち目はねえし、そもそも俺なんかがおやっさん飯に誘うのが身の程わきまえてなかったっつうか。バカ野郎、俺はこの年で何の肩書きもなくなったただのジジイだぜ。何言ってすか。飯食う相手に身の程もクソもねえ。何言ってすか、おやっさん。近江連合の解散届が出されて、蒼天堀は落ち着いているんですか。
まだみんな戸惑っとるみてえだな。近江の区民たちも、町の片木の皆さんも。100年続いてたもんが急になくなっちまったんだ。それも当然だろ。こうやって普通に喋れてんのが奇跡だね。近江の跳ね返りが暴れたりはあってもたかが知れてるだろうな。解散届を、あれだけの大人数で止められなかった。言い方は悪いが、奴らのメンツは今回の一件で丸つぶれ。相手が悪い、ね、そんなのが今さら騒ぎ立てたところで恥の上塗りだ。そこまで見越しての計画だったんですか。いや、やれることをやった結果ってだけの話だ。先を見越すだなんだって、そんな余裕は俺にはなかった。ところがそんな風には見えねえから、おやさんは役者なんすよね。元役者だからね。蒼天堀の一件でマサトは怒ってるだろうな。怒り狂ってるはずだ。何の相談もなく。怖い怖い怖い。あいつが後ろ盾にしていた近江連合を解散させたんだからな。若干どうなっちゃうんだろう。確かに怖いな。それあいつの感触だけは俺も昔から弱らされたもんだ。はあ、いくつになってもそういうもんは変われねえもんなのかね。親子ですからね。だがそうのんきなことも言ってやられねえ。え？六代目は私は、あいつが都知事になる前からヤクザ組織の解体を考えてた。むしろマサトが俺に登場会を売るように迫ったことで、その計画が早まったって見方もある。マサトは自分の権力が膨れ上がる味を知っちまった。いい加減それがでかくなりすぎる前に止めてやらねえと、あいつは身を滅ぼす。やだよ、親を思いだわ。本当にきっと手にしたもの全てを失ってしまう。そんなあいつの姿を俺は見たくねえ。俺も見たくないよ。昔の若に戻ってほしいもん。さあそろそろ行くか。デートはなんか言うぞ。おやさん。ん？さっき何の肩書きもなくなったって言ってましたよね。じゃあこの先大家さんはどうする気なんですか。これから何を。あ、そっか。六代目は私たちは組織を解体した後、やっぱり極道でいることしかできねえって人間が山ほど出ると思ってる。実際にはそうだ。そういう行き場のない奴らのためにいずれ何かしら合法的な受け皿を作りたいと言ってた。その時期が来たら俺もそれを手伝ってみたい。なるほど。じゃあ体は空いてるんですね。なあ。何して時間潰していいか分からねえ。定年迎えたサラリーマンってな、こういう気持ちなのかね。いいね、いっぱい遊びましょうよ。おお。いや、さっきと何も変わってないけどな、シーンは。なら。これからまた俺をおやさんの子分にしてくれますか。うん、石、おめえ、俺はおやさんの子分でいる自分が一番好きなんですよ。命を救われましたから。16の年に命助けてもらって以来ずっとです。うん、俺はお前をマサトの代わりに無所に生かしたんだぜ。18年もだ。組のためだと嘘までついて。でも納得して入ったんですから。その上出所してきたお前を俺は銃で撃った。でも助かると見込んでのことですもんね。泣いてる？いや、
お前が生きて戻ってきたのは全部お前自身の力だ。何言ってんすか。俺がお前にしてやれたことなんていくらもねえ、いくらもねえどころか恨まれてもしょうがねえことしかやってねえんだ。じゃあ俺に少しでも悪いと思ってんならまた俺を子分にしてくださいよ。またやばいよ。泣かせに来んなよ本当に。何一お前ソープの桃源郷で生まれたんだっけな。そうらしいです。でもすげえ話だよな。俺にはその話がトラウマになっちまってる。トラウマ？え？夢を見る時があるんだ。もう誰だって夢ですか。もちろん僕もありますよ。ああ、40年前の大晦日、茜があいつが赤ん坊を産んでる場所は桃源郷なんだ。え？メソトがソープで、そんなわけねえのによ。やめてください、恥ずかしいっす。恥ずかしいことなんてねえ。どういうこと？お前は地に足をつけてしっかり生きてる。生まれた場所なんて関係ねえ。ありがとうございます。会いたいか、父ちゃん母ちゃんに。本当どうなんすかね、わかんねえっす。知らねえことがもう当たり前なんで。苦労したんだもんな。俺が言えたぎりやねえが。夢で見た話だった。全く不毛だな。不毛って何ですか？どういう意味ですか？見送りはここまででいい。え？どういうこと？また明日な、イチ。おやすさん。デートは終わり？ああいい、でもいいお別れ。やばい、感じちゃった。いいお別れ方。ああ後ろがかっこいいっす、おやすさん。1番です。今出れないんでメッセージをどうぞ。すんげえ留守番だな。清流会の星野だ。会長カズカ、これを聞いたらすぐに電話をくれ。今朝方、はい、荒川の死体が港に上がった。は？さあちゃん、また飲んでるの一人で。俺も一緒に飲んでいいかい？あ、一番ちょうどよかった。ちょっと話聞いて。お、聞く聞く。あ、もしかして菜の葉の件か。そうだね、それを知りたかったんよ。さっき勇気を出してあの子に電話したとこ。お、最近悪い男に捕まってないかって。それでどうだったんだ？気持ち伝わった？ね、なるほどな。いやいやいや、そこの14番目聞かせて。結局うまいことは伝えられなかったのか。いや、なんて言われたのか聞かせて。なかなか言葉が見つからなくてさ。いやー、ショートカットしすぎな。絶対にあの桂川って野郎から引き離した方がいいぜ。まあな。そもそも何年も疎遠だった私から
今の彼氏と別れてっていうのが唐突すぎだよね。実はずっとそばを嗅ぎ回ってたなんて言ったら、もう電話にも出てもらえなくなりそうだし、まあ確かに、何よりあの子がソープにいたことを私が知ってるとなったらすごく傷つくと思う。まだ知らないのか。それだけは何があってもダメ。あの子にとって私は何も知ってちゃいけないの。だけどこのままじゃ桂川にしゃぶり尽くされちゃうし、言い方、気づいたらまたソープにいるなんてことも、どうしようどうしよう、私パニックになっちゃう。さっちゃんが久々にっていうか初めてじゃない、こんなにテンパってんの。店長以来だよ。桂川よりいい男を紹介する、秋になれば解決するってハーブティーでも飲もうぜ。嘘だろ、全部ダメだろ、全部ダメだろ。待って、おいおいおい、三角ボタンを追加してくれ、俺の分を作ってくれ。大丈夫だ、安心しろさっちゃん、俺がついてるみたいな分を作ってくれ。なんだこの三択、マジか。これに正解があるっていうのか。よし、皆さんは決まりましたか。僕はもうすでに決まりましたよ。男なら一択。さっちゃん、とりあえずさ、だったらハーブティーでも、飲むか。なんでハーブティーなのよ。今必要なのは酒よ。不安を麻痺させてくれる酒。麻痺させたって何の解決にもならねえよ。それよりも今は落ち着いて冷静に考えること。合ってんの。ハーブティーってのはリラックス効果があんだぜ。あ、そうだ、の特にジャスミンは緊張感や不安を和らげてくれんだ。めちゃめちゃ詳しい。ちょい待ち、何その女子力高そうな知識。最近立ち読みした雑誌の受け売りだよ。でも実際効果ありそうよね。あれ、意外といいんじゃないか。いや大丈夫大丈夫なんかい。だいぶ落ち着いてきたから大丈夫なんかい。それじゃあ今後どうするべきか今一度考えましょう。そうだな、せろ。どうしてもナノハを説得できねえんなら、そうだ、桂川の方を説得すりゃいいんだ。あいつが二度とナノハに近づかないように。拳で行こうか。どうやってそういう風に仕向けるの。殴って脅して町から出て行かせる。あ、それでいい、それでいい、それで諦める程度のやつならいいんだが、多分違う。この手の輩は簡単に金づるの女を手放しはしない。下手すりゃ町を出て行くとき、菜の葉まで一緒に連れてっちまうかもな。どうしたんだ。そんなのダメに決まってるじゃん。そうだな。だから桂川にきっぱり別れると知らせるのは直接菜の葉の口から出る言葉でだ。だからそれをどうやるの。ふん、らしくねえな、さっちゃん。ここまで言ってもまだわからねえなんて。俺もわからない。さっちゃんが菜の葉のふりして桂川に会えばいい。双子の強みを生かすなら今だぜ。ほうほうほう。菜の葉として桂川にこう言ってやるんだ。もう二度と私に近づくなってさ。はいはいはい。その後俺がきっちりお灸据えて一丁上がりだ。やつには偉人町を出て行ってもらう。なるほど、うん、それなら確かに行けるかもね。そうね。桂川の居場所が分かりゃすぐにでもやれるぜ。調べられるか。大丈夫、うちの店の子たちに言えばすぐ調べてくれると思う。ほうほうほう。ならそいつを待って突撃と行こうぜ。へいへいへい。その時はもちろん俺も一緒だ。うん、声かけてくれ。俺も一緒だ。俺もね。今日は冴えてたね、一番だよね。じゃあ早速調べてもらうように電話してくる。うん、すんごい冴えてた、やばい。え、俺こんな頭良かったんだ。照れるな。あはは、まあ俺じゃねえけど、うん、俺が考えたことじゃねえのか。ちょっとがっかりだ。手間のかかる姉妹だぜ。おい、マジで。でもこれでケリがつきそうだな。どこまでお前かっこいいんだよ。置いていくな俺を。お前と俺はずっと一緒だっただろ。置いていくな急に。やめろ。